闇の炎に抱かれて死ぬ。はい、どうも、真剣ゼミの公式キャラクターのコラソの座を密かに狙っている者、カイトです。今回はですね、超人気動画真剣ゼミに突っ込んでみたシリーズね、第3弾やりたいと思います。まあね、第1弾、第2弾もね、面白いんで、まだ見てない方はぜひ見てくださいね。それではね、行ってみましょう。お姉ちゃん、テストどうだった？え？あはは、お姉ちゃん、あはははは。笑いすぎ、もう。勉強やだよ。これがあれば大丈夫だよ、お姉ちゃん。このゼミをやれば、登り棒と同じくらい勉強が病みつきになっちゃうんだよ。いや、何の訓練してんだよ。今時の中学生って登り棒とかあんの？こんなの頑張るやつ、サスケ出場者くらいしかいないからね。うまい棒感覚で登り棒紹介するのほんとやめて。カズトは柔道部の恥だ。もう退部してくれ。強すぎだろ、この中学1年生。お前は怒れば怒るほど力を増すスーパーサイヤ人か。まず名前が二階堂ってなかなかいかついし、殴った瞬間その風圧で周りの畳が吹き飛ぶって、これ人殴ったら確実に、ジ・エンドだからね。あ、その制服、衛星の、え？まさか、この人たちも衛星。ああ、友達に借りた。よーし、志望校決めたらなんだかやる気が湧いてきたぞ。勉強に部活に頑張ろう。いや、何普通にスルーしてんの。友達から制服借りてきただけで合格したと錯覚しちゃってるよ、この人たち。しかも、この3人のドヤ顔なところがなおさらイラっとくるわ。俺、田口重春。この春第一志望の第一高校に合格したんだ。ようやく俺の高校生活が始まる。でも、うちのクラスは。いやー、おはよう。こいつはサイベスマホ。いつもスマホをいじっている。いや、どうしよう。突っ込みどころ多すぎて間に合わない。まず、この名前のスマホはやばいな。ネーミングセンスの欠片も感じないし、これ実際つけた親に悪意しか感じないわ。そしてそのネーミングセンスの悪さを上回るよくわからないこの乗り物での登場。何これ、冷静に乗り物乗りながら教室に入ってくんじゃねえよ。そんなもの乗っていたら足腰が軟弱になるでごわす。ふう、歩いてきたら4時間かかったでごわす。彼は古風勲、時代劇マニアだ。いや、さすがにお前は何か乗り物乗って学校来いよ。毎回歩いて4時間の時間はもっと他に有効活用しろよ。そして高校の教室で袴着てんじゃねえよ。時代劇マニアなのは分かったから、せめて制服で来いよ。やりたい放題だな、この高校。おはよう。朝倉さん、今日も可愛いな。彼女は朝倉遥。クラスでも人気がある吹奏楽部。あんな人が彼女だったらな。休み時間。この問題分からないな。朝倉さん、なんか困ってる？あ、うん。宿題部活が忙しくてまだできてなくて。どけ。この問題は米国の教授が開発した手法を用いるのがいいんだ。最新の研究によると、この問題の解き方は従来の公式を用いずともできることが明らかになった。十分じゃあ、この問題でごわすか。この問題の解き方は、あった、これでごわす。江戸時代に書かれた秘伝の巻物によると、いや、お願いだから丸坊主ゴリラさん、ちょっと出しゃばってくるのやめて。そしてお前の勉強方法どんだけ独特なんだよ。てか、江戸時代の巻物を勉強の教科書代わりにするのやめて。そして、初めての定期テストの範囲が発表された。こんなに範囲広いのかよ。数学40ページって。よし、これは朝倉さんにいいところを見せるチャンスだ。ぬおー、いい点取るでごわす。すべて調べるでごわす。ぬおー、とにかく書いて覚えるでごわす。終わらないでごわす。終わらないでごわす。俺は初めての定期テストでも緊張しないで済みそうだ。いや、主人公平然と友達見捨てるのね。絶対こいつのこと実は嫌いだよね。そしてテスト当日。バカな！全国の統計からこの分野で出る問題を導き出したはずなのに。全国でこの問題が出る確率は 97% のはずなのに。いや、どんだけお前運悪いんだよ。いや、絶対これ真剣ゼミの陰謀論働いちゃってるって話ね。そしてテスト返却。田口くんすごい！クラス最高点だって。今度また勉強教えてよ。こんな感じでハッピーエンドに終わり。まあこれ続きあるんですが、長いんでね、時間やりますね。次第に過激になっていく真剣ゼミのポケ漫画。書いている作者はわざとなのか、それとも素で書いているのか。お願い、これ以上僕らに真剣ゼミ。カイトの突っ込む体力はもうゼロよ。真剣ゼミの公式キャラクター、コラソの闇の力によってカイトは消し去られてしまうのか。次回、真剣ゼミに突っ込んでみたシリーズ。カイト、シス。デュエルスタンバイ。